はい、こんにちは、まめと申します。ドントスターブハムレット実況プレイ続きからやっていきたいと思います。若干しゃがれてますね。はい、ということで1週間生き延びましたね。これからまだまだ季節が変わっていくと大ごとにねなっていくんですけど、なんとか生き延びていきたいです。はい、ということで今回はまずサイエンスマシーンを作りたいと思いますって言ってたかな、前回終わりちゃんと確認してこいよって感じなんですけど、サイエンスマシーン作って、コイン貯めて傘取ってちょっと冒険していきたいかなと思います。あ、でも先に拠点周り草と枝だけ植えとこうかな。はい、それだけしとこうかな。あと素材があれば、なんだっけ、お鍋とかも作っておきたいですね。サイエンスマシーンを作るにはちょっと待ってね、なんかいろいろいらんもんをちょっと置いとこう。こうして、うん、石を4つぐらいいるのかな、2、3、4つ作って、これを2つ作りまして、とで板が何個、あと1枚で1枚作って、よし、これでサイエンスマシンが作れました。 OK ということで、ちょっとそういえばさ、ハンマー作ってないよね。よし、作ってないので作って、ちょっとこれもういらないから強引にジョボロンでちょっともらいます。それで夜になるので火つけて、とでご飯食べようっと。久しぶりわかんないけど、やっとお腹満腹になるんじゃないか。卵ちゃんもね手に入れたのでね、おいしい目玉焼き。目玉焼きには皆さん何をかける派ですか？私は生まれた時から、お母様が作ってくださる目玉焼きには塩コショウがかかっていたので、もう断然塩コショウ派なんですけどね。はい、醤油やねソースをかける方もいらっしゃるかと思いますが、どうしようかな。飛来心だけ作っとかないとちょっと怖いので、これと飛来心って金がいるよね。金がいる、これ、ほわー、え、マジ4つも必要なのえ、知らなかったんだけど。はい、まあ、とりあえずコインを10個集めたらよかったんだっけ。とりあえず豚の町に繰り出していきまして、このおばちゃんはお花がいるんでしょ。はい、ありがとう。傘出てるかな、傘出てるかな。ちょっとツール見に行きましょう。おばちゃんにあげてコインありがとう。ツールのお店どこだっけ、上の方ですね。ちなみにさ、お花屋さんでさ、ベリーとかもたまに売ってるんだよね。あ、うんこ発見。私は見逃さなかったよ。はい、なのでね、ベリー自然には生えてないので、売ってる、2コインで買える。しかもありがとう嬉しいベリーでこんなに喜べるなんて、やばい。よし、3つもこれでベリーが手に入りました。ねえ、ちょっと傘を買うにはまた遠のいちゃったけど、まあいいでしょう。このパンツなんだっけ、このパンツは、あー、こういう感じね。はい、回復系のアイテムとかが置いてるんだね。で、ツール、このお店が私とても重要なので、10コインですね、貯めましょう。急いで、大急ぎで。アビちゃんごめん、邪魔もう勝手に戦わせたり邪魔と言ったり本当にごめんね。やべえ、雨が本格的に降り出した。ベリーよりもこれ傘優先すべきだったよね。申し訳ござらん。うんこ、本当にこんなにうんこを連呼する実況ありますか。本当にうんこ、ありがとう。あ、しかもおばちゃんお花好きでしょ。はい、3個、あと7個。うんこ。待って、お花があれば、おばちゃんに渡せるのに。
あたたたた誰のうんこ、ありがとう。このおばちゃん何がいるんだろう。もうこの階段がうんこに見える。うんこが欲しすぎて。この帽子かぶった、あ、おばちゃん後ろにうんこあるよ。はい、ありがとう。あと5個ですね。あと5個、どこかな。うんこ、マジでうんこ欲しい。こんなにうんこ欲しがる女性実況者いますか、本当に。うんこ大好き。でも脳みそがね、小学生男子なんで、もううんこ笑いますからね。いっぱいある。おばちゃんに本当花渡したい。ここにもある。嬉しい。お花のおばちゃんいっぱいいるからさ、お花集めてきとけばよかったですね。よし。はい。あと3つのうんこ。3つのお札みたいに言うなってな。3つのうんこがあれば私は傘が手に入る。あった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 。待ってね、まだ大丈夫だよね。夕方になったらね、豚さんお家に帰っちゃうんでね、お家に帰る前にね、なんとかね集めてしまわないと。おいおいおい、あと2個、カウントダウン。今日めっちゃうんこ手に入る、嬉しい。しかもベリーも手に入ったし、ちょっと拠点周りが充実しますね。よかった。あと2個です。あと2個のうんこ、あと2個のうんこ。あ、そしてなんか鼻からこの光る虫さんが生まれるみたいですね。はい、なので光る虫さんはね、とても重要なのでね、いっぱいいてもらう分にはありがたいでございます。あと2つのうんこ。なんか無理やりこれ食わしてからうんこさせる。じいちゃんいる？じいちゃん食ってうんこしてお願い。あー、ダメなのね。直接はね、食べてくれないのか。床に置いたら食べてくれるんだけどね。でもこれでうんこしなかったらさ、揚げ損なのでね。モンスターミートも重要な食料ではありますので、ね。1個発見、うんこ、うれしい。タイムリミットまであとちょっと。紳士的なおいちゃんですけど、外で脱糞しちゃってますね。あと1個、あと1個。ごめんなさいね。ちょっと初めの方、うんこも追い求めるだけで終わってしまいそう。今日はごめんなさい。傘はどうしてもね、これから必要なので、うん、なのでどうしても今日中に傘を買いたいんです。皆さんよく目を凝らして。あと1個、あと1個なんだよ、うんこ。でも時間があとちょっとで終わっちゃう。あったあった、発見。これで私は傘を買える。ちょ邪魔、ほい、よっしゃー。これで、ね、傘が買えますね。なので、傘を持ったら、だいぶ、うん。これからの季節は、まだいるもんたくさんあるんですけどね。はい。まあまあ、雨はしのげるのでね。ください、おじいちゃん。これください。ありがとう。そして何を出す？ヒゲ剃りか。ウェンディちゃんね、ヒゲ剃り扱えないんですよね。なんか普通のトゥギャザーとかしてる時も、なんだっけ、牛さんのさ毛を刈りたくてさ、ヒゲ剃り作ったんですけどさ、こいつ使い方わかんないみたいな感じでちょっとね使ってくれなかったんでね、ウェンディちゃんにとってはヒゲ剃りは無用の長物となりますのでね、ダメですね。使うことないですからね。はい、拠点はここですね。はい。いやー嬉しい。ベリーも買えたのでね、ちょっと畑をしましょうかね、お家の周りに。そして飛来神が、でも飛来神作って畑作った方がいいから、そうしないとショックがでかいよね。飛来神作んないと雷がね、落ちることがあるんですけど、雷落ちるとね火事になるんでね、火事になるとね全てが燃え尽くされてしまうので、ちょっとまだ、うん、うん、ファームを畑を作るのはちょっと待ってきましょうかね。そうこうしているうちに、これ木一番育ってるのかな、もう一段階育つよね。ちょっと待っとこう。ちょっとこの木とこの枝邪魔なんで、スコップはまだ作ってないのかな、作ってないですね。
え、作ってる？ちょっと待って、見逃してる。あ、あったあった、よかった。よくこういうことあるのでね。はい、これをホリホリしましてと、じゃあここら辺にちょっと枝は埋めておこうかな。で、ちょっと今からやりたいことがあるのでやっときましょう。あれ？私これ一個作ってたんだ。なんてバカなことしたんだ。あ、バカ、もう本当ブス。うんこは使いたくないから、これで火灯しましてと、ご飯食べて、で、ちょっとやりたいことはですね、ハサミを作って、あともう一個ね、作りたいのが、これですね。名前わかんない。ピッチフォークっていうのかな。これを、ちょっとここら辺にね、ザクッとしてもらって、ザクッとしてもらって、よいしょ。暗いね。ごめんね。朝になってからしようかね、この作業は。石、丸石2個しかないか。いろいろ物が足りない。物が足りないよー。木も切って、ちょっとチェスト作んないと。あれですね、チェスト作りたい。ここをね、ちょっとね、綺麗にね、整地してもらいまして、アビゲイルパイセン、ちょっといいですか？ごめんなさいね。足元失礼いたします。足元失礼します。ごめんなさい、本当にパイセン。よいしょ。こうやって、こうやって、こうやって、よし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 、こんぐらいあればいいかな。何をしようとしているかというと、なんだろう、ハサミ使わないで、ハサミ使わないで取れる草をちょっと、私生成したいわけです。なのでちょっと、多分、ここに植えれば、ハサミ使わなくて、取れる草が生えるんじゃないのかな？わかんないけど、ほい、ほい。ほい。ほい。植えて、植えて、もうちょっと取ってこよう。ここら辺の草をちょっとブチブチ抜かしていただいて、ちょっと拠点周りきれいにしたいから、拠点周りの草をちょっとブチブチ引き抜かしていただきます。そしてこのうんこ、このうんこ、とても目障りなんでね、ちょっと後で掘り返しときたいと思います。あ、ここにもある。うんこがいっぱい。こんなにうんこどっから持ってきてんの？豚の町からか。豚の町のうんこは誰にも渡さんぞ。私のものだ。はい、よいしょ。ででああ、雨が降ってきたから傘をさして、よいしょ。で、植えて、よいしょ、植えて、ああ、また不思議なダンスが。植えて、よいしょ、これで OK。 で、肥料をあげますね。うんちがね、肥料になりますので。そういえば腐ったものどっか落ちてなかったっけ。うんちよりも腐ったものの方がありがたいけど、ないか。じゃあうんちあげましょうかの。ベリーにもうんち使うので、3つだけはちょっと残しておかないとあれですね。よいしょ。よいしょ。今日本当、地味な作業から始まって申し訳ございません。でもこの作業、とても大事なんです。よいしょ。OK。で、飛来神のために金とちょっと丸石を取りに行ってきたいと思います。まだでもこっちにうんこあるから、燃えたら怖いから手に持っとく？手に持っときましょうかの。よいしょ。で、いらないものを置いときたい。いらないものを置いときたい。豚の皮があった時に、あれが必要だから、ちょっと。これ、フンコロガシ取らないよね。取
取らないよね。取ったらかなり激おこぷんぷん丸になりますよ私。よし行きましょう。じゃあちょっと行ってないところ行きたいですね。わあ、こっち側見てみたい。でもパックンフラワー、あ、ここ前回かな、前々回かな、痛い目あったところですね。なのでこっち側行きましょう。左側、東へ東へ、西じゃね、行きたいと思います。いやー、なんかね、あとわ、お腹も空いてるやばいやばいやばい。雨止んだから枝も集めながら行きたいですね。なんでベリーを手に持っているかというと、落雷して燃えたら嫌だから貴重品としてちょっともう肌身離さず持っておきたいお年頃なんです。枝もちょっとだけ集めていこうかな。よいしょ。そいで、ね、これはホリホリしてもらって、よいしょ、1個しか落とさねえ、しけてやがるぜ。よし。で、こっち側行こう。待ってね。もう私、ほんと地図開く回数がめちゃくちゃべらぼうに多いんですよね。本当に申し訳ございません。全然道が覚えられないんですよ。迷子のウェンディーちゃんってなっちゃうのでね。ごめんなさい。わ、お腹空いてる。もう、ごめん、アロエ食べちゃう。もったいないけど、ごめんなさい。いや、でも9しか回復しないのか。ちょっとなんか、食べ物が欲しい。食べ物が欲しいよ。お願いします。何か落ちていてください。よいしょ。洞窟でもどっか入ろうかな。こっちが行ってないね。ずっと行こう、まっすぐ。アスパラガスでもあれば、あ、やった。満月ですね。満月の夜は、歩いて、光、明かりを灯さなくて歩き回れるので、ありがたいですね。しょうがない。アロエがいっぱい生えてるけど、いただきましょう。洞窟入ってみよう。これ入ったことないよね。多分ない。レッツゴー。あそこに遺跡もある。どんなとこだ？あー、良さげですね。あ、ちょっと待って。良さげですねはいいけど、ハサミ、ハサミ、ハサミ。よし。除菌とな。ハサミで切ると、2個切れるんですよね。トゥットゥルー。いやー、パイセン、アビゲールパイセン、アビゲールパイセン、アビゲールパイセン、お願いします。でも私こん中入る。で、これを灯していただきましてと、ホリホリしよう。で、もうこれ食べちゃおう。ちょっと産地下がるからね、あまり食べたくはないんですけど、ね、空腹には変えられるっていうことで。え、そっちじゃない、そっちじゃない、そっちじゃない、こっち。びっくりした。これ持って、オッケーオッケーオッケー。びっくりした、柱壊そうとするから本当にびっくりしちゃうわ。松明で、こっち側何もないかな。よし。これさ、本当何なんだろうね。体力回復するんだけど、おいしいおいしいおいしい。よし、ということでいきましょうかの。よいしょ、レッツゴー。え、アビちゃん、アビちゃん。ちょっと待って、アビパイセンがなんか戦ってんだけど、強いなぁ。当選士ですね。ちょっと待って、でもあいパックンフラワーもいるんだけど、パックンフラワー言うちゃったわ。アビパイセン、これもお願いします。わ、めちゃくちゃ生まれる。そう、なんか満月の時に生まれるのかな、この虫ちゃん。よいしょ。待って、私の方に来てるじゃん。アビゲール・バイゼン。アビゲール・バイゼン、お願いします。ありがとう。
いただきます。いやでもボグちゃんに食べられた。なんかね、パックンフラワー言っちゃったわこのフラワーもね、なんかね、お肉落とすんですよ。なのでお願いします、倒してください。アビゲイル・バイゼン、私は待ってるから。ありがとう。ポグダメ、ポグダメ。よしよしよし、オッケー、ありがとう、さよなら。逃げるが勝ちだ。いで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 い。ちょっと待って、ちょっと待って、ラグがひどい。ちょっとねいっぱいふよふよ待ってるのが多すぎてめちゃくちゃカクついてますが申し訳ございません。よいしょ。でこれもホリホリしていただきまして、今日は本当拠点周りをなんとかすっきりさせたいのでね、あとお鍋を今回できれば作れればありがたいんですが、お鍋って木炭何個いるのかな。5個じゃ足りないかな。どうなんだろう。ちょっともうちょっとだけ、ここ枯れてる木見えるから集めていくか。よいしょ、切ってもらおう。いただきます。10個ぐらいあればまあ多分足りるよな。はい、あとこの丸石もね集めないと。よいしょ、本当にギリギリ過酷なサバイバルをしておりますが、お時間的に今回はここら辺ぐらいで終わりますかの。はい、ということでご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。バイチー。